皆さんこんにちは、北にゆりです。さあ、私先日池袋で今開催しているちいかわポップアップストアに行ってきました。こちらのポップアップストアなんですけど、一応2024年の6月30日までやっているらしいので、気になる方はお早めに行ってみてください。最近のちいかわの購入品だったりとか、そういったものはじゃあ私の TikTok に載せてるので、よかったら見てみてください。池袋のポップアップストアで購入してきたものを紹介してみたいと思います。このショップで2200円以上購入すると、こちらのショップバッグに入れてもらいます。めちゃくちゃ可愛いですね。じゃあ裏もねあるんです。可愛い。本当この袋も欲しいから2200円以上買ったよねってところあります。なんか最近ちいかわのこのちいかわランドでも結構増えてきたなって思うんですけど、韓国商品、韓国限定の商品が最近いろいろなお店で発売されてるなと思って、今回も韓国限定商品もあったのでそちらを購入しました。こちらです。まずはこちらですね。このシールはね、これね3種類ありました。一応チーカーとハチワレとウサギがありまして、こちらシールがねステッカーが20枚入っているというものです。こちらは1560円だったんですけど、でも結構シールがたくさん入ってるので1枚あたりのシールって考えると結構お得な商品なのかなと思っています。2つ目の購入した韓国商品がこちらです。こちらはこうモンチャーギーポストカードコレクションって書いてあります。こちらは後ろに書いてあるように全部で何種類だ、20種類あるものです。こちらは330円でした。韓国で買ったらもうちょっと安いのかも。でも韓国に行って買うことを考えたら、まあ交通費考えたら安いのかなと思います。こちらもこうランダム商品になっているので何が入っているかは分からないんですけど、開けていきたいと思います。そう、2200円にするためにもう一個ちょっと気になっていたものを購入しました。こちらです。これ大人気の商品、ちいかわ水族館のこのフィギュアですね。ちいかわ水族館ミニソフビフィギュアコレクション、こちら全8種類あります。じゃん。いや、このねコツメカワウソシリーズが結構人気でしたよね。今回私が狙っているのはこのこちらです。このウミガメのフチワレちゃんを狙っているんですが、まあ、こちらもランダム商品ということで何が出るかわからないんですが、開けていきたいと思います。じゃあこの水族館から開けていこうかな。ちいかわ水族館ミニソフビフィギュアコレクション、結構前からあるんですけど大人気で今もずっとありますね。このお人形買えばよかったなって今ちょっと思っています。じゃあ開けていきましょう。開けたよ。では開けていきます。3、2、1。お、中にモモンガちゃんがいました。ピッ、あー、チャレちゃん、じゃんじゃーん。お、あ、ちいかわちゃんでした。こちらでした。これはイカの帽子ちいかわでした。なんか食べられちゃってる感じで泣いています。かわいいですね。ちいかわちゃんでした。これ全部で8種類あるのでまた見つけたら買ってみたいなと思います。続いては韓国商品です。韓国限定なのがこの日本で買えるっていうのがすごいですよね。
じゃあこっちから開けていこう。ポストカードから開けていきたいと思います。いきます。3、2、1、じゃーん。あ、かわいい。これはこれちょっと商品番号は書いてないんですけど、ちわやちゃんがお風呂に入っているポストカードでした。こちらは裏もかわいいです。もうこれもったいなくて使えないですね。絶対に飾っておきたいと思います。これ何のシーンだろう。このお風呂に入っているアニメとか漫画あったっけ。初めて見ました。私これ結構今いろんなところに売ってあるんですかね。多分チーカワランドいろんなところに行ってるとあるかと思います。でも人気なので、ほんと韓国商品って結構入荷されてもすぐなくなったりするので、見かけたらすぐ買った方がいいと思います。気になるこちら、なんかね、わーって今回行ったポップアップストアの中に一応ね、こうラインナップみたいな感じでちょっとだけ出ていたものも見たんですけど、もう何が出るのかな、全部8割なのかなって思ったんですけど、どうなんだろう。じゃあ開けていきたいと思います。この使い終わった後のこのカンカンも使えるっていうのがまた可愛いですね。開けたよ。じゃーん。裏はこんな感じになっております。裏はチーカワって書いてありますね。開けていきます。3、2、1、じゃーん。おっ、あ、全部8割関連かも。見ていきましょう。5個目、こちら2個目、そしてこれ A ってなってる。お出かけシリーズのだ。このショッパーにも載ってたイラストと同じ。じゃん。あれ、これ、あ、一緒じゃない。ちょっと違う。なんか初期の感じのタッチの8割ちゃんですね。次はくちゃん泣いてる、かわいい。これLINE スタンプのあのちっちゃいスタンプにありますね。これもで、これパツワレちゃん、かわいい。寝癖、生え変わりの時こうなっちゃう時があるんですよね。かわいい。アイス食べてる。このなんか何とも言えない表情がかわいい。チョコン、このチョコンのイラストシリーズめっちゃ好きなんですよね。かわいい。じゃん。わあ、かわいい。これこのステッカー珍しくない？なりたいやつがいるんじゃ。なんかペターンって、スフィンクスではないね。なんか寝転がっている8割ちゃん。続いてこれ、これもプッってなっていくシーンですね。見てない人もいるかもしれないけど、この後妖精になるんだよね。これさっきのポストカードになってたイラストのが、このアニメ何で出てくるんだろう。私見たことないので、知っている方いたら教えてください。じゃーん、カエル。こんなのあるんだ、かわいい。じゃあ続いてこれ、あ、チーカーが出てきました。チーカーちゃんとこれなんかプレゼント、大きいプレゼントを開けようとしています。中身は何なのでしょうか。こちらパジャマ、かわいいですね。パジャマ、あ、三つ星レストランに行った時の、行った時にこの星たちを助けて逃げる時のシーンですね。はい、こちら、こちら仲良しの2人ピース。はい、こちらはさすまたを持ってヤーとしているジュアレー。これ眉間にシワの顔かわいいですよね。はい、あ、これ一番気になってて一番欲しかったシールでした。じゃん。草むしり検定5級のシール。これ韓国語で書いてあります。もう韓国語はめちゃくちゃ珍しくない？
なんかレアな気がする。こう大きいです、大きさも。ということで全20種ありました。こちらです。ということで以上が今回池袋のちいかわポップアップストアで購入したものでした。今回も大満足です。またどこかでポップアップストアだったりとか新しくちいかわランドがオープンしたら見に行ってみたいと思います。私のちい活日記 TikTok でもやってますのでぜひ気になる方は見てみてください。ということで今日も動画を見てくれてありがとうございました。北にゆりでした。またね、バイバーイ。